個性心理学認定講師柴田健二です。今回ですね、うんとちょっとこっちの資料、この資料を使ってですね、うんと私が普段、まあ、どんな見方をするのかなということを少しだけ、まあ、お話ししたいなと思います。私はもう必ずですね、うんと皆さんの、あの、まあ、無料の日も時もそうですし、普段からやってるこうカウンセリングセッション。まあ、私はあのー、まあ、こういうふな感じなのでね、カウンセリングっていうふな感じだと、ちょっとこう、重い雰囲気、 そのこう、まあ、真面目不真面目っていうわけじゃないんですけどね。もうどん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 皆さんをこう、ポンポンとね、背中を押していきたいというふうな感じの人間なので、これこうカウンセリングというふうな感じよりは、少しね、軽い印象のセッションということで、普段ね、皆さんの、いろいろ、あの、個別とか、まあ、グループでやらせていただいたりしますけどね。必ずそこで私が着目する点というのは、このキャラクターの対角線、 というね、見方をしていきます。対角線。なので、このキャラクターがこう、対角線のキャラクターが一人の人間の中に存在しているかどうか、みたいな見方をしていくわけですね。狼さんであれば人の真似はしませんよ、というふうな、に対して、 トラさんは平等というような見方をします。なので、オンリーバンでナンバーワンを目指す狼と、でもね、みんなと一緒、みんなと平等というのを望むトラと、これが一人の中に存在した瞬間に真逆をやる自分がいるというような感じになりますね。それが時と場合によって狼が強く出るのか、トラが強く出るのかということが、ね、いろいろ出てきたりすると思います。 なので、こういった形で、対角線のキャラクターが、まず一人の人間の中に存在しないかな、というような見方を必ずするようにしています。あとは対角線じゃなくてもですね、狼さんはオンリーワねナンバーワン、人の真似,をします真似をしませんよというキャラクターに対して、お猿さんが、ね、人の真似をする。どんどんね、あの、以前、桜庭つゆき、桜庭つゆきラ紐解きしたときに、まさにこのお猿さんと狼さんが混在する。 まあそんなね、話をさせていただいて、まあ細かく細かく聞くけども、でも実は本質、ね、心の中のキャラクターが狼さんなので、最終的には違ったやり方、アレンジしたやり方になりますよ、というふうなことをですね、お話をさせていただきました。対角線になくても、ね、こう、真逆になる様子なんていっぱいあるわけですね。 はい。ライオンさんというキャラクターでは、ね、エリートビジネスマン。やってますよ、私ここまでやってますよ、という頑張ってるアピールはするタイプですね。それに対して対角線ではないけども、このゾウさん。ゾウさんはね、ある意味、ここに見てください。ゾウさん、既得状態でね。もう常に日、常日頃から頑張ってます。四六十頑張ってるイメージ。なので、であえて既得状態というイメージなのでね。ある意味、伝える術がないわけですね。 体は動かない。言葉も発することはできない。実際はお話はちゃんとできますよ。ただ、キャラクターのイメージから見るならば、ね、そういうような感じなので。なので、頑張ってるようアピールするゾウさん。ゾウさんというのはライオンさん。でも、頑張ってること、ある意味頑張るは当たり前なので、ゾウさんはアピールしない。これが、また一人の人間に混在、同居するならば、言いたいけど言わないし、とかね。本当は言いたくないんだけど、本当にちゃんと言いたい自分がいたりとかね。この中で真逆の 感覚っていうのが自分の中に生まれてきたりする人たちが、多々いるわけですね。はい。まず対角線は分かりやすいですね。対角線は分かりやすいし、対角線になってなくてもキャラクターのそれぞれの特徴を一つ一つ見ていけば、まあ逆になるようなね、感じになるかもしれません。まあ私の場合もですね、前回、前々回とかどこかでお話をしたかと思いますが、羊さんのキャラクターは群れて痛い,いのに、ペガサスが入っている。これはこの群れたくないというかね、自由本望で痛い,いし、とか。 ね細かく細かいね、ね細かく細かいことがすごく気になるヒティさんに対して、チーターはちっちゃいこと気にしないとかね。ちっちゃいこと気にするのに気にしない。チーターもここに存在したりとかね。いうふうなことが出てくるわけです。はい。 なので、私はね、必ずこういった真逆になるようなところ、この真逆を自分に感じると、自分に対してはなんで、どうして、みたいなことがね、たくさん生まれてくるので、<ー>そういうようなこと、そういうふうな真逆を感じやすいというか、真逆が存在しているんだなっていう、事実だけでもですね、自分のことで知ることができれば、ね、心の荷物を軽くして、心の荷物を一つ一つ置いていくことってできるんじゃないかなと。と いうふうに思ってます。まあ、一つね、私がこう見ていく、必ずこう読み解く中で、紐解く中で、まあ気にしていること、着目しているところ、真逆が存在しないかということを、ね、ちょっと今日は解説、説明させていただきました。ぜひ、皆さんもね、まあ、講師の方々も多くの方、ね、こちらの動画を見ていたりすると思うんですけどね。 はい。ぜひ、お役立ていただければ。また、この構成心理学をですね、まあ、興味持った方、ちょっとね、自分の手元にレポートあるけども、どう見ていけばいいのかなっていう方は、この真逆という存在をね、少し、あの、見つけてみたりとか、ね、していただくと、ご自身をね、より、あの、細かく知るきっかけというか、ポイントになるかなというふうに思います。今回も、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお楽しみに。